ップモニクマンです。今回コストコ購入品紹介開封編前編です。それでは開封編スタート。まずはじめにルビーチョコロールケーキ、お値段が1598円でした。賞味期限は買った日から2日間ありました。待ちに待ったロールケーキシリーズからの新商品です。店頭にはこんな感じで書かれてました。ほのかな酸味を醸し出すルビーチョコを贅沢に使用しました。しっとりとしたスポンジとフルーティーな味わいをお楽しみください。ルビーチョコ配合比 13.7%、 見た目がルビーチョコ色で可愛いです。では開けていきましょう。オープン。容器込みの重さですが 1183g 入ってました。 100g あたり 350kcal なので 4130kcal あります。そして長さは 30cm ほどありました。かなり大きいです。両端にもルビーチョコホイップクリームでたっぷりです。切った断面はこんな感じです。クリームシャンティ、ルビーチョコ、ルビーホイップクリーム、米粉と小麦粉を配合したしっとりスポンジ。ロールケーキは米粉のロールケーキとすごく似てそうですね。上のシャンティホイップを目安に切ると9切れ切れます。1切れあたり178円。切り分けてるときはザクッとした感触がありました。中にもたっぷりルビーチョコが入ってそうです。これもチョコかな。切れない。正直取りにくいです。いただきます。ルビーチョコなので甘酸っぱい味がするんですけど、結構甘めです。ルビーチョコ一色の味なので食べ進めると飽きがきます。スポンジ自体はすごくしっとりしてて美味しいです。米粉ロールケーキに似てます。中にはルビーチョコがしっかりと固形状で入ってるので食感も楽しめます。こんな感じでゴロッと入ってます。ルビーチョコの特有の味がしっかり味わえたので良かったんですけど、私は米粉ロールケーキの方が好きでした。なんかロールケーキとは合わない味に感じました。甘党の方だったりルビーチョコが好きな方にはおすすめです。やっぱりロールケーキのしっとりさがいいですね。続いてフルッタフルッタフルーツ&プロテイン 960g×2本入り、お値段が1293円でした。1本あたり649円です。賞味期限は買った日から3ヶ月間ぐらいありました。フルッタフルッタさんからの新商品です。フルッタフルッタさんといえば今までもいろいろなジュースを販売してます。その中でも私が好きなのはアセロラミックススムージー、ガバジュース、台湾フルーツティー、あとジュースではないですがアサイー効果フリーズドライパウダーも好きです。唯一この会社さんで失敗したなと思ったのはウォーターメロンジュースです。ジュース系は比較的当たりが多いので飲むのが楽しみです。植物性タンパク質 35g、 ポリフェノール、鉄分、香料、着色料、増粘剤不使用、果汁 52% です。で、今回の味はすごくシンプルそうです。ぶどう、バナナ、アサイピューレ、この3種類の味みたいです。ぶどうとアサイの色してますね。見た目すごく美味しそうです。いただきます。味は酸味のあるバナナの味がして、甘さはしっかりあります。そして飲んだ後の香りがちょっと苦手です。大豆の香りにアサイの香りなんですかね。ちょっと独特です。ポリフェノール、鉄分、そしてタンパク質も取れる商品なので美味しくはないんですけど、そういうものを積極的に摂取したい方には良さそうです。
ポリフェノールは 100g あたり 120mg と結構含有量も多いので本当に体には良さそうです。決して美味しいものではないんですけど、健康に気を使われてる方にはおすすめです。うん、不思議な味わい。続いてイタリア産デザート、イタリアのティラミス 85g×6 個入り、お値段が通常1273円のところ割引してて1078円でした。1個あたり180円です。賞味期限は買った日から1ヶ月間ぐらいありました。このティラミス私好きで何回かリピートしたことがあります。おすすめなティラミスです。久しぶりに食べていきたいと思います。デザートイタリアのさんの商品といえばミニデザートパンナコッタ&チョコレートというものが前に売られてました。その他にもアメリカのコストコではチーズケーキレモン味、パンナコッタなんてものも売られてるみたいです。日本でも販売してくれると嬉しいです。でここにもグラスと書いてあるんですけど、この商品一個一個グラスに入ってます。なので結構重量あります。グラスにフィットするようにできててこんな感じで入ってます。このグラスが溜まってしょうがないです。ただ透明なのでジュースのレビューする時とかにはよく使わせてもらってます。蓋もついてて一個一個密閉されてるので食べきりサイズでありがたいです。美味しそう。横から見ると断面もしっかり見えるので綺麗ですよね。いただきます。久しぶりに食べるけど美味しすぎます。食感はすごくふわっとしてて軽い食感です。マスカルポーネクリームがすごく濃厚でちょっとお酒感があります。甘さもしっかりあるんですけど、コーヒーの苦味と上にかかってるココアパウダーの苦味で嫌な甘さを感じないです。久しぶりに食べたんですけどやっぱり美味しい。リピートあり。普段売られてるティラミスが大きいよという方にはおすすめです。お酒も効いてるので大人向き商品です。うん、美味しい。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でまたリピートしたいなと思ったのはティラミスです。やっぱり久しぶりに食べたんですけど美味しかったです。普通に売られてるティラミスも美味しいんですけど量がすごく多いので私はこっちのタイプの方がお気に入りです。向こうも食べると美味しいんですけどね。お酒が効いてるティラミスを味わいたい方にはおすすめです。で今回のオフショットはマグロたたき食べていきたいと思います。久しぶりに買います。賞味期限は加工日含めて3日間ですね。うわ美味しそう。こんな感じでたっぷりと入ってます。4人前ぐらいは取れそうです。いつもマグロたたき丼にして食べてます。いつも簡単酢使ってます。こんな感じで簡単にマグロたたき丼の完成です。青じそとかとろろと一緒に食べても美味しいです。うわ美味しそう。いただきます。美味しい。贅沢すぎる。前の商品はネギトロのように練ってあったんですけど粗挽き状になってるので食感もあり私はこっちの方が好きです。普通に美味しいお寿司屋さんに行った時のクオリティです。で今回1人前使った分もこんな感じの量なのでまだまだ楽しめそうです。山かけにしたり手巻き寿司で食べたいなと思ってます。マグロ好きな方で買ったことない方はぜひ挑戦してみてください。1380円でお安いです。
マグロってなんでこんなに美味しいんだろう。私マグロ好きです。